監督、今日は春の甲子園大会の出場校決まる日です。負けてしまったので選ばれるか不安ですね。一縷の望みにかけましょう。あ、出番です。はいはい、ありがとうございます。え、やりました監督。今校長から電話があって春の甲子園大会の出場が決定しました。やったー、選抜 初出場やったぜ。ありがとう、これは嬉しい。どうもこんばんは、ゆうです。栄冠内実況プレイやっていきましょう。いや、やっとね、春の選抜決まったわ。やったぜ。いや、ほんまね、まあ、1回戦で勝ったけど、2回戦負けちゃったからね。まあ、選ばれる確率が何パーぐらいなんやろ。うん、まあ、少ないと思うんですけど、夢が叶った。春の選抜出れた。今年は夏出れて。で、今回は選抜出れて。これは嬉しいね。さあ、ということで、ノールカップ。球速161。これね、もう多分もうね、こっち磨こうかな。こっち磨いた方がいい。よくね。パワー磨く？それか変化球磨く？こっち。これでもアイテム使いたいんですよ。せっかくなんで。いやー、磨くんもったいないやろな。これパワーとかでいいかな。デーにしときたいよな。いや、ちょっと思ったね。やめとこう。はい。シュートどっち？これスライダーか。スライダーでいいか。スライダー磨いて、アイテムにね、シュート伸びるやつあると思うんで、それ使いたいかなと思います。で、大谷くんスタミナが C になったかな。クールは、ミートコントロールやったかな。で、コントロールっすね。155キロ。すげえな。強すぎやろ。変化磨く？見えとっか、この週。1年生やろ。1年生でこれやろ。天才がおるから、ちょっと大谷くんの存在があれですけど。まあ、でも野手やったらね、もう、夏の県大会、決勝、ね、逆転ツーラン。あれがあったからね。熱血。スタミナか。スタミナ上げようか。さあ、守備力、オッケー。補給72か。守備70まで上げて。この子もね、なかなか素晴らしい。キャッチャーがね、B とか A になったら、なおさらいいっすよね。ごく普通か。オッケーオッケー、いいよ。したたか。補給も大丈夫そうかな。走塁、走力70になったらパワー上げようかな。うん。おー、キョケー、オール B になった。補給と守備が。さすが打ち気。ナイス打ち気。走力でもええと思うけどね。走力いくか。やばい、1年生が、ガクッとしてる。やんちゃ、ミートパワーか。熱血。パワーと肩。セカンドやんね。パワー上げよう。この子も2年生やろ？すげえな。ストローク C になったね。ってことはミート。お調子者。走力と肩。ああ、いいやん。やっぱ甲子園出たら違うね。お調子者。ショートやんね。肩 C とかまで上げたいけどね。今やったら、まあ、パワーでいいかな。金徳持ちやからね。いいよ、いいよ。え、違うなよ、うちのチーム。めっちゃ上がってるやん。熱血パワーやな。打ち気いいね。この子もちょっとパワー上げていこうか、今のうちに。よし、行こう。やっと選抜出たなぁ。久しぶり、マジ久しぶり。ありがとう。おぉ、もう少し B になるんじゃん、これ経験さえ積めば。あ、持ってるやんね、俺。フォークとシュート持ってる。フォークは大谷に使って、シュートはあの、天才のジムジム君に使いたいな。さぁ。はぁ、ちょっと、これもスケジュール見直し。あんま良くない。よしよし、4があって、4が欲しかったね。さあ、5行こう。選抜いつやったっけ？ 3 月かな？そりゃそうやね。3月の後半やね。
ラベーガンナイ楽しいね。さ、ミニハード。で、3いける。や、オッケー。野球マスあるぜ。特訓マス。ウェイ、カウントできた。いいね。よしよしよし。上がってる上がってる。あ、やっちゃったぜ、これ。これやっちゃったぜ。これやってもだな。ショックやな。いや、大谷のね、フォアボール直したいんですよ。多分ね、大谷まだフォアボールが、あんねんな。三振がなくなったけど、フォアボールがあるんですよ。もったいね。今のはもったいない。今の痛い。さあ。読んでいいかな。今うち打撃力もちょっと低いんかな。投手力最高やな。守備力も機動力、意外性も。打撃と経験やね。打撃系ないかな。マシン打撃、それもありやな。やばいやばい、みんな悪い、みんな悪い。さ、インターバーソー。これほんまにね、3年生になった時のジムジムくん、やばいな。すごない。さあ、そうそう、卒業式か。え、でも今年の子たちはようやってくれたよ、みんな。ね。さあ。スタミナはデーでいくか。変化に、この子も転生やねんけどな。上原。いいね。ああ、やっぱ変化磨くと思ったら結構かかるな。結構かかるっすね。もう1ヶ月ちょいかな。いやー、守備力をね、A に上げたいんですよ。補給と守備を。この子。型 C でしょ。ごく普通か、でも。型 B とかまで。え、型 B にする？あ、でも守備力 A。俺守備力 A やわ。A 派やわ。うん。お、すぐ B になったね。したたか。補給か。補給あげたいな。で、パワー上げていくか。ファーストは。OK、C になったね。ミート。ここら辺のコーラはあんま変わらへんかな。うん、変わらへんな。お、守備力 B になった？オッケー、補給。オッケー、これいこう。そろそろですよ、選抜。さあ、誰でいく？この子でいこうか、このキャッチャー。3。やめて、ほんまに。選抜前やから。テンション下がるのやめよう。さあ。卒業式。さあ、ちょっと忘れてもた。あかん、忘れたかん。福岡くんとね、三井くん、この子、投手なんですけど、まあ、あんまり登板させれんかったんですけどね。え、一試合も出場してないのに。三井くん、プロ野球選手になってるよ。すごない？すごい、谷口くん、そうだね。外野の子だったね。3人。4人やね、岩堀くん。岩堀くん、この子はほんとね、魔物効いた。マジで魔物効いた。で、魔物はね、ちょっと俺今後もね、正直使いたいです。はい、使います。さあ、オッケー。いいよ。ここの子らは別に、ナンバーいらないでしょ。オッケー。さあ、行きましょう。ここからまた新たなスタート。
さあどうする。ちょっとスケジュール見直すか。おお、特殊とかある。これは行きたいな。1行って4行こう。いいよ、みんな。みんないいね。うち守備力やばいね。やっぱ守備力やわ。このゲーム。守備力と魔物やわ。さあ。この子やな。で、4行こっか、もう一回。3行って1行くか。お、春の甲子園大会の組み合わせ抽選会行われた。みんな練習に励んでる。なんか俺今 A って見えたぞ一瞬。京都府代表の南丹商業高校。南丹って読むかな。いやー始まるぜ選抜が。地味にね、次の新入生もね、楽しみなんですよ。甲子園出てるから。さて、ティーバッティング。前評判 A か、素晴らしいね。早く早く、いや、そんな言われたらもうたまらんで。監督、春の甲子園大会がいよいよ始まります。強豪揃いでどこも手強いですが、必ず勝ちましょうね。勝つよ。絶対勝つぜ。誰だ？村井。諸星。中村武史。信頼度悪いな。信頼度悪すぎやろ。あー、この子もいいね。村井くんでいくか。広角打法。村井を注目選手に指定した。さて、うほい、おいおいおい、超マッチ、おい、スランプかかるなって。スランプかかるか。結構いいけどね。まあスランプは正直使えないんで。この子って打ち気じゃなかった？熱血か。じゃあ行くか。クール。こうしてちょっと打順を変えていこっか。これで行くか。 OK、 行きましょう。行こう。いやー戻ってきたよ甲子園に。綺麗。めっちゃ綺麗。今ちょうどね、甲子園の時期やからね、こうやって栄冠ないんで甲子園出れるとやっぱテンション上がるんですよ。三重代表、新鋭、南丹か。お、B やん。おー、B なんすね。5番バッターやばいな、6割6分6厘って。さあ、ワンナウト一塁の場面。新3年生か、いや、そんな言われて嬉しいな。さあ、流し打ちでいこっか。おい、やめろ。よし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 。前回ね、ちょっと、スピードを一番遅くにしたんですけど、ちょっと、レベル2までにします。レベル2でいきます。スピードの速さは。流し打ち。あー、オッケーオッケー、オッケーオッケー。慎重な方に変えて、待て。おーし。あ、チャンス操作来へんのあれ。マジっすか。さあ、ここピンチですね。ピンチの場面。あー、この子使おうか。守備に気合い入れさそう。ここ急成長っすね。ゲッツーシュート。くっさろ。オッケーオッケーオッケーよ。内角。おーし、今の入っとんか。今の入ってるんか。もう一回くっさろ。うおーい、みんな、取ってくれ。早く取ってくれ。マンナよ、ランナー、マンナー。ランナー、マンナー。マンナーよ。おーし、おーし、ストップ、ストップ、まだ1点、まだ1点。おい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 。相手強ないか。相手、ツボないか。全身守備や。ちょ、相手のね、あれ、みたいや。うおー。強いやん。こっちは強いけどね。でも強いやん、めっちゃ。ヤシ能力。あ、普通か。普通な感じですね。何この子。天才ですか？ 2 年生やろ。天才やん、この子、絶対。さあ、ヤシ見よう。いやー、そんな良くないんじゃん、キャッチャー、これ。そんな良くないね。いけるね、まだ。ここ押さえよ。とりあえずここしっかり押さえよ。全身守備で。いきます。初球から
よしよしよし、それだ、それです、それです、それです。それはマジナイス。まだ前進守備やな。オッケー、俺だよ。オッケー、オッケー、ふぅ。内角。もう一回、草とか挟みます。うわい、超待って、超待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。よし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 。ふぅ。低め。よし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 、オッケーオッケー。いいよ。せっかくやから、ここ抑えようぜ。相手一番、一年生。で、で、B か。このままでいっか。一回だけ打たすとそれやろう。よし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 。今の危なかったけどな、コース的に。内角。追い込んだ追い込んだ。ふぅ、集中して。ここ集中。低め。おい、それ取れんのかい。それ取れんのかい。まずい。実にまずい。実にまずい展開だ。あれは取ってほしかったなぁ。なんかね、飛びついてほしかった。それで取れんかったらもうしゃあないもん。低め。ふぅ。くっさいとこ挟みます。いやぁ、次低めや。低め低め。当て。あー、低め。マジで。おかん、今日低めかん。今日低めかん。やばいやばい。今日低めやばい。4点。あれ読んでやろ、いけるいける、まだいける、まだいける。大丈夫、大谷偏すぎやろ。ここ集中、ここ集中。連続ファーストゴロ最高やと思うな。マジで？バックホーム！やばいやばい。ピッチャーだいぶ疲れとんじゃん、これ。これまずいな。これまずいっすね。ここ押さえないと、やばいっすね。低め。いや、俺まだ低めいける。まだいける。おーし、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 おーし。大丈夫、大丈夫。4点取られたか、俺の操作で。ツーアウト一塁。ツーアウトやからね、お祭りは使えへん、まだ。あっけない、あっけない。よーし。いや、まだ、まだわからん。ラッキーボーイか。まあまあまあ。引っ張り。やめてー、そういうバッティングマジやめてー。さあ、残り何回だ、残り3回か。ワンアウト1で。まだいける、まだいける、まだいける。この子もラッキーボーイやなー。ラッキーボーイ使おっか。ワンアウト1ですね。OK、流し打ち。うまい！やめろ、飛んだ！よーしよしよしよし、空気読んだ、空気読んだ。チャンス。この場面、チャンス。ファイト深き。流し打ちだ。うわー、やばいやばい。いや、いけるいける、これ、これ、シングルヒットでいける。え、出せへんな、ほんまに。ほんま、魔物さえ使わなければ。魔物さえ使わなければ、誰も。え、出せへんな。あー、いいバッティング、いいバッティング。いけるよ、まだいけるよ。マジで！マジっすか。強ない。スタミナ上げよう。161キロ。いや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 、うちのチーム絶対勝てるメンバーっすよ、これ。臭いとこ。やべえ。ピンチ操作が来ると、バレ俺心臓に負担かかる。さあ、ここ低め。よし！うおー、いやいや、それでいい、それでいい。もうそれでいい。これちょっと大谷と変えようか、一回。一回ちょっと変えよう。もしかしたら流れ変えたい。その流れを変えたいっていう意味で。変えよう、一回。いやいや、別に、外野から来たらええやん。あの人のベンチから来とは、なんか、ダメなんの。さあ、究極の思考使おうか。盛り上げよう。もう使えへんな、伝令。低め。さあ、頑張れ、大谷。まだ人生やからね。おし！うわぁ、残念。ちょっと守備力悪いね。これはまずいぞー。開脚。もう一回。よし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 。球は速いね。球は来てる。球は走ってる。うまない。いやー、俺、ボッコボコやん、これ。フルボッコにされとって。え、何ですかこれ、スマブラですか。俺、ボコボコにされすぎやって、これ。ゲッツシュート。
いやいや、うちのチームの方が絶対強いってこれ。やめて、もうそんなやめて、ほんまやめて、ちょっとほんま寿命縮むから。やめてくれ、ほんまに。これゲットシュートできんかったやん。全身守備。よーしよーしよーし、いいボール、いいボールだ。外角。オッケーオッケー、ナイス。それナイスなやつ。全身守備。一回お任せ。で、打たせて取れやな。で、もう一回コースお任せにしよう。うわぁ。強いねー。強いねー、このチーム。やばいっすね。臭いとこ。どのね、これどのコマンドを押して押されるのかわからへん。押し、ゲッツ !6!4! それ失敗する？そこを抑えよう。そこを抑えようや。8-0 って、おい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 。せい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 。もう一回低め。いや、落ち着いてる、落ち着いてんねん、バッテリーは。オッケー！よし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 、やるやる。さあ、ここで8点取ろう。8点取ろうぜ。お祭り男。ダイソーだね、ダイソーちゃんは。C か、これ盗塁行きたいよな。スライダー。行きます、お盗塁行きます。だいぶアウトやん。だいぶ余裕でアウトやん、これ。余裕でアウトやん。マジっすか。1点取られてるし。守備変えよう。もう一回、投げさせたい。もう一回投げさせたい。行こう。よし。オッケー。さあ、9点取ろう。ここ9点取ろう。ラッキーボーイか。いいんじゃないかな。ムードもあるか。出たらこの子ね、ダイソーで使いたいなっていう感じですね。いやー、これはこのままかな。引っ張り。うおー、守備範囲が広い。え、1点取らして。1点だけでか取らせてくれへん。おー、来た来た来た。相手を揺さぶり調子落とします。オッケー、揺さぶって。すいません。これ慎重な方で一回行こうかな。うん、積極にします。積極、引っ張り。うん。待てでいいかな。もう一回待とう。慎重打法で待て。それ入れるか。あ、これ慎重打法で流し打ち。うまい！いいよ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 ！よっしゃー！満員やって、一回戦から。ありがとう。いや、マジ、この一点はね、今後のね、僕の青州学院高校、変わるよ、歴史が。歴史が今変わろうとしている。意味わからへんな。さあ、究極に思考。今のはいいバッティングやったな。今の俺の采配も良かったね。いやー、ちょっと初球から落ちちゃったね。さあ、一番バッターから。流し打ちやな。慎重な方で一回ここ。うん。おー、慎重じゃないと思うで、それは。オッケー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 、ナイス、痛ない痛ない。全然痛ない。さあ、来ました。俺の時代。やっぱ、ユーゲーム TV といったらヒットエンドなんですよ。え、足押さない。足押さない。足か。せっかく出れたけどね。まあでもね、選抜は出れて本当に良かったっすね。なんか楽しく俺もできたもん、これ。ボロ負けしたけど。さあ。いやー、俺のね、守備操作でボコボコにされたっすもんね、これ。残念です。まあ仕方ない。通知を手に入れた。強豪校に早くなりたいな。さあ、ちょっと新入部員のとこまでね、今回やりたいかなと思います。いや、いい体験できたな、でも。速球を。ありがとう。肩、インターバル走。メンタル。インターバル走やな。これ誕生日迎えたら学力上がってるけどさ、やったら俺も上がるんじゃん。上がらん俺。
そ。2位行こう。さあ、経験値。肩の経験値だけか。さあ、そろそろ来るよ、みんな。C。なんで経験わからへんのよな、これ。結構経験してるよ。さあ、どうする？読んでいくか。あと、ヤシロックか。お、ジムジムスライダー上がった。いいよ。なかなかね、甲子園、または選抜で優勝っていうのは難しいですね。あ、そうか、次進むか。さあ、4月来た、ここは新入部員。もうちょいやな、ジムジムいけたね。シュート。あとシュート1個上げたい。で、どうする？パワーとか上げる？それかスタミナ磨く？スタミナ S まで上げようか。で、上がったら、まだコントロール S まで上げたいな。やったらコントロール S まで上げたいよね。あ、もう大谷スライド上がってるんや。やるやん。クール。コントロール。コントロール上げよう。B まで行ったら、スタミナどんどん上げていく。それで行こう。さあ。うん。これ逆にね、まあ初級今 C になってるから、で、オールで以上、あれやろ。総合力 A とか、目指そう。総力 A を目指そう。打ち木か。打ち木結構おるんちゃう？ 3 年生今回。一人やろ？ 3 年生でおるかな？二人に打ち木やね。うん。総力 C まで持っていこうか。オッケーオッケー、上がった上がった。外野選手やから、肩上げよう。打ち気か。まあ、いいかな、このままで。よし！行こう。さあ、入学式来るよ。経験めっちゃあげたいな。俺今もう経験あげたいことしか考えてないわ。さあ、前回、強豪校になったし、新入部員来るから8人は来るかな？ 9 人やったかな？さあ、行こう、新入部員。ちょっとまだ三重県のままで行こうかな。9人来てますね。天才来い。なんかすごいピッチャーばっかりな。なんか二刀流めっちゃ多いな。この子、チェンジアップ。クールやね。で、この子、何、東くんっていうの？東くんか。すげえ、キャッチャーもできて、あの、守備力悪いね。買いまたき。うん。ピッチャー、伸びえ！え？やばない。この子やばない。まだまだ俺のいかんないは続きそうだ。キャッチャーで。パワーヒッター持ってるやん、やるやん。あ、この子転生プロかな。岸里くんかな。性格はごく普通。ごく普通いいね。総力と肩がいい。外野選手。うん。総力と初球。おー、結構いいやん。いいね。お、この子ミートと総力がいい。クール。打ち気が来なかったから、また OB とかで打ち気に変えたいかな。今後は。はい。ということで、次回ね、夏の県大会やっていきたいかなと思います。はい、ちょっと選抜残念だったんですけどね、まあいい経験ができて、まあ初の選抜出場できたのでね、ほんと良かったかなと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よっしゃ！素晴らしい。素晴らしい、マジで。スリーランホームラン！素晴らしい！センキュー！